読売新聞の社内シンクタンクである調査研究本部が最新ニュース深掘り解説をお届けします。皆さんこんにちは。読売新聞の調査研究本部、略して調研の主任研究員が国内外の最新ニュースを深掘りして解説する調研ラジオ、第3回のテーマは原油価格高騰。読売新聞調査研究本部主任研究員の林田昭雄さんにお聞きします。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。原油価格が高騰していますね。現状を教えてください。はい、原油の最も代表的な指標、これはニューヨーク市場の先物価格で、WTI と呼ばれるものですが、この WTI は今月上旬3年ぶりに1バレル80ドルという大台に乗せました。その後も上昇傾向は続いていまして、7年ぶりの高値水準で推移するという状況です。はい、7年ぶりの高値ということはかなり高い水準だということですね。はい、その通りです。 WTI はコロナ前の数年、60ドル前後というところで安定していました。ところが新型コロナの感染爆発によって各国で大規模な都市封鎖、ロックダウンですね、などが行われて、世界的に経済活動が停滞しました。このため工業製品などを生産するために使う原油の需要が一気に落ち込みました。 WTI の値段はみるみる20ドルぐらいまで下がりましてですね、4月にはとうとうおよそマイナス40ドルとマイナスになってしまいました。普通は買い手が売り手に代金を払って原油を買います。しかし価格がマイナスというのは逆に売り手が買い手にお金を払って手元の原油を引き取ってもらうということを意味します。まさに異常な状況です。そうですね。そしてその後コロナは感染の拡大と縮小を波のように繰り返しました。原油価格はその後40ドルあたりプラスですね、プラスの40ドルあたりで安定して、で今年に入ってからは右肩上がりの傾向がずっと続いています。それはなぜですか？その直接の原因とされているのは、新型コロナウイルスの感染が世界的に一服して、はい、経済の活動が再開する動きが広がっているということです。生産や物流といった動きが活発になれば、燃料や化学製品の原材料として使われる原油の需要は高まっていきます。はい、需要が多くなったため、高くても原油を買おうという企業が増えて、相場を押し上げたというわけです。なるほど。そうするとこれはポストコロナの時代を先取りした、いわば前向きな動きと考えていいのですか？いや、ただそうとも言い切れないところが今回の原油高騰の厄介なところなんです。確かに直接のきっかけは経済活動の再開で需要が拡大したということでした。ただそれと同時に必要な原油がきちんと供給されるかどうかわからないという不安が広がっている。これも原油相場の高騰に大きく影響しています。一つ例を挙げましょう。シェールオイルの開発でアメリカというのは一躍一大産油国になりました。そして今年はですね、夏にハリケーンが襲来してその影響で原油の生産が低迷してしまいました。つまり供給が少なくなったということです。それからサウジアラビアなどの産油国、OPEC というのを聞いたことがあると思いますが、そうしたところがですね、コロナ禍を受けて原油の減産をしたと。需要が少ないので生産を少なくすると。それをですね、コロナが一服した後も減産を継続するという方針を決めています。需要が回復してきたのに原油が十分に供給されないという懸念が広がっているということです。このため、多少高くても原油を買っておこうというムードが高まっている。つまり、供給への不安が原油相場を必要以上に押し上げているというわけです。先行きの見通しですけれども、市場関係者の間では、暖房など原油の需要が高まる冬場、こちらへ向けてですね、1バレル90ドルの大台に乗せるのではないかという観測が広がっています。なるほど。せっかくコロナの感染拡大が一段落したところで、そして経済活動再開の動きが世界的に広がっているというのに、産油国は減産を今後も続ける方針であったりとか、アメリカもハリケーンが被害があったり、そしてこれから冬に向かう
というような状況で、今後十分な供給が得られないことへの不安が原油の価格を押し上げているということなんですね。はい、後半ではその影響、そして高値の状況が長期化した場合にどうなるのかについて伺っていきます。最新ニュースを深掘りする朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。さて、この原油価格の高騰ですが、これはどのような影響を持つのでしょうか。今足元で起きている影響からご説明します。例えば日本のレギュラーガソリンの価格はこのところ急ピッチで上がっています。1リットル160円という水準を超えました。年内には170円台になるのではないかという声も出ています。もちろん灯油も上がっています。ガソリン代やストーブの燃料費がかさんで、家計にとってはかなり負担が重いという冬になりそうです。さらに原油高の影響は他のエネルギー価格にも波及していくので、そこには注意が必要です。原油などのエネルギーの価格というのは相互に影響し合っています。特に上昇局面では揃って上がる傾向がこれまでも見られています。そして特に原油の値動きに連動しやすいと言われているのが液化天然ガス、いわゆる LNG と呼ばれているガスの価格です。ちょっと話は海外に行きますが、ヨーロッパでは春先から天然ガスの価格が急ピッチで上昇しています。特に夏なんですけれども、ヨーロッパで例年になく風が弱かったと。そして、ヨーロッパは風力発電の比率が非常に高い。その風車が回らなくて、十分な電力を得られないということが起きました。このため、LNG 発電をフル稼働させました。そうすると燃料への需要が高まる、需要が高くなれば価格が上がるということで、LNG 価格はどんどん上がっていたということです。そしてこのガスが上がっているということも先ほど説明した原油高の一因だと言われています。ただここを注意しなきゃいけないんですが、原油も今年の初めから上がり続けていますから、原油が先なのかガス高が先なのか、これは鶏と卵のようなもので因果関係ははっきりしません。とにかくエネルギー資源が揃って高騰すると世界経済にとっては大きな脅威になるということは押さえておきたいと思います。で、天然ガスですが、先ほども申し上げた通り発電の主力燃料です。日本では 40% ぐらい LNG に頼っています。そのガスが高くなれば電気料金も上がって企業や家計の負担も増えます。日本も今年はもうすでに 10% 以上電気料金が上がっています。そして電気料金が上がるという影響のほかにですね、ガスよりもさらに安い石炭などの代替燃料にも需要が高まるという影響が出ます。これは中国の話ですけれども、中国というのは石炭火力の発電が全発電量の6割を占めています。その石炭が値上がりをしてしまったため、石炭を必要なだけ調達できないという発電所も出てきました。つまり燃料不足で稼働を止めてしまう石炭火力発電所が相次いだと、ということで中国で各地で停電が起きてしまいました。もちろん停電をするとですね、大方の工場は止まってしまいます。エネルギーの供給が制約を受けるということになりますと、せっかくコロナが収束に向かい経済が立ち直ろうとしている、そうしたいい時期に経済再生の出鼻をくじかれるということにもなりかねません。これは国際エネルギー機関の IEA のですね、ビロルという事務局長が言ったことですけれども、天然ガスなどを生産している国がその生産のを増やす増産、といった適切な措置を取らないと、この冬エネルギー価格の高騰が続いて市場が大きく混乱するという可能性を指摘しています。はい、原油だけでなくガスなどのエネルギー価格の高騰が今後も続くとどうなるのでしょうか。これはですね、エネルギーコストの上昇というのが、悪いインフレを起こすという懸念が出ているんです。エネルギー価格の高騰は先ほど申し上げたガソリン代や電気料金
こういったものの直接的な値上げにつながるだけではなくて、幅広い生産のコスト、あるいは物流、輸送のコスト、あらゆる経済活動に影響を与えます。同じものやサービスを提供するコストが全体的に底上げされるということで物価が押し上げられるんです。よくデフレという言葉がありますが、需要の増加に伴う緩やかなインフレ、緩やかな物価上昇は経済成長にとって望ましい、良いインフレと言われていまして、日銀も今も物価上昇率 2% を目指して金融緩和を続けています。しかし、今足元で起きようとしているエネルギー価格の上昇による物価高は、典型的な悪いインフレなんです。つまり需要が変わらない、あるいは少ないのに値段だけ上がってしまうと。そしたら物はますます売れなくなります。このため企業の業績は悪化します。業績の悪くなった会社は何をするかといえば、皆さんの賃金を下げる。あるいはもうそれでも持ちこたえられなければ解雇してしまうといった動きが広がり、経済はどんどん不況になっていってしまうと、物価高と不況が同時に起こる、これは経済用語ではスタグフレーションという現象なんです。私は今50歳代の後半ですけれども、私と同じか上の年齢の方なら1973年、第一次石油ショックが起きたことを覚えていらっしゃると思います。あの時は第三次中東戦争で、石油の供給が滞りました。そして、石油が上がっただけでなく狂乱物価と呼ばれるインフレになりました。1974年の物価上昇率は 22.5% と、今ではちょっと考えられないようなものでした。一方、経済成長率はどうだったかといいますと、石油ショック前は戦後の高度経済成長期だったこともありまして、年 10% を超える高成長も珍しくありませんでした。しかし、石油ショックを受けた後の1974年は一気にマイナス成長に落ち込むという打撃を受けました。今回の原油高がですね、直ちにあの時の石油ショックのような深刻な事態に発展するとまでは思っていません。しかし、エネルギー価格の高騰、あるいは供給不安の影響、これは実際に海外で起きていることですので、こうした動きを軽視することはできないと思います。そうですね、エネルギー価格の問題は大変なことだと思いますが、今月末の衆院選でこのエネルギー問題はあまり争点にはなっていないようですが。そうなんですよ、もっぱらコロナの感染防止、あるいは経済対策が中心に、論議されていると。いや、もちろんこれらも大切な政策だと思います。岸田総理は経済政策で、新たな資本主義を掲げ、そして、成長と分配の好循環を実現するなどと訴えています。野党もアベノミクスの時代は国民への分配が足りなかったという主張をしています。確かに国民に経済成長の果実をしっかり分配するということは大事なことです。それには日本経済が成長、発展を続けることが前提になると思います。今、もしエネルギー安全保障に関して有効な策を講じないで、資源を高い価格でしか買えなくなる、あるいは必要な量を確保できなくなるということになってしまえば、岸田さんの言う成長も分配もいずれも絵に描いた餅になってしまうと思います。今、エネルギー政策について政治家はもっぱら脱炭素社会、これをどう実現するかという視点ばかりで話をしています。しかし、電力をはじめエネルギーの安定供給をどう確保するかという肝心な点を押さえていない、この点は大変不安に思っています。エネルギーの安定供給は国家繁栄のまさに基盤です。そういう骨太の議論を進めていってもらいたいと願っています。はい、世界的な原油価格高騰が景気回復に水を差さないよう、またエネルギー安全保障の視点を持って政府にはポストコロナの時代に備えてもらいたいですね。林田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回は再び丸山純一さんに登場いただき、歴史的な日本刀の魅力についてお話を聞きます。
次回の朝券レディオもどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする朝券レディオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。